清流育ちの奥の都鳥、トマト風味爽やかネギダクから、天候不順乗り越え収穫日和、粒感爽やか晴れやかさが日和、晴れやかさが日和、結局何が入ってんだろう。冷凍米飯類、あ、佐賀日和ってお米の名前なんだ。これ似てるからね。無水な彼に作ってやれ、野菜の愛を感じ取る無水カレー。マジか。これお弁当でいいんじゃない。どう、あ、お米、佐世保産肉厚ぶりの竜田揚げ、初夏ネギ照り焼きソースがけ、なんかいろいろ。
おいしい。いい匂いそう。麻婆かと思った。今日あのほらなんだっけ、前言ってたお弁当覚えたの。あー、元気のやつね、うん、今日それそれにしてみた。なんかサバとね、鶏、百貨店の刺身用を焼いてみた。脂質マックス 25% 石巻港、石巻港水揚げ金華サバ。長いな。なんで刺身用のを焼いてみたの。それだけいいよ。ああ 刺身になるほど新鮮なのを焼いた。さすがだな、素晴らしい。じゃあ食べようよ。足いらないな、なんか、うん、うん、おいしい、いらないかもね、うん、うん、シュウマイもあったよ、食べる？え、いいの？じゃあ食べる。じゃあ食べる、うん、なんかね、シュウマイの名前も面白かったの。引き立ての肉肉しさ噛みしめろ、九州産背脂入り黒豚シューマイ。背脂噛みしめる、噛みしめる、背脂ちゃっちゃだ。ラーメンだ。ほら、シューマイ追加。これは醤油いるかもな。まあそうだね、食べてみるよ。うん、濃くてか、うん、美味しいよ。本当、噛みしめれなかったが、熱くて。あ、噛み締めろって言ってたもんね。うん、味濃いね。うん、全然醤油いらないね。うん、身がすごい詰まってるね。なんかすごいもっちりしてるけど、なんだろう。長芋だな。え？え？